皆さん、わざわざ本当に、いや疲れた。自分の中ではそのまあそのこれでこの芸術家の道を歩こうとかそういうつもりはないのでね、はっきり言えば片手間芸術っていう感じで、まあいろんな仕事をやりながらやってることは確かなんで、他の仕事を辞める気もないし、ライブもやりたいしテレビの仕事もやりたいんで、片手間なんだけどすごいと言わせたいだけです。テーマで言えばそうだね、まあ人間と機械の対立と融合というそういうテーマでなんですが、まあ本当に自分はその昭和世代で、まあギターも含めてライブも含めてそうなんだけど、機械が好きなんだなとね、機械が大好きなんですよ。だからプラモデルペット貼ってんのもそういう感覚なんですね。で進化のバカ力っていうのこれまだ未完成品です、はっきり言って。もう下書きに色をつけただけです。これから明日からまたペイントやり直しで、ここに脚立を置いてあのお客さんが来て作業を見ていただくとそれもライブだぞみたいな。